日航機123便墜落における実に不可解な点。日航機123便が垂直尾翼大破した時点で、日本政府はこれは事件だと判断した。投稿者は、1984年3月18日から始まり、以降劇場型犯罪として本格化したグリコ・森永事件から。 1995年3月20日に東京都で発生した地下鉄サリン事件という同時多発テロ事件までを一連の関連性を持つテロ事件とみなしており日航機123便墜落もその過程で起きた故意による旅客機撃墜事件と考えている最近その日航機123便墜落において実に不可解な点に気がついたそれは 日航機123便墜落機体を発見した米軍ヘリが今から救助開始を行うという米軍基地への連絡に対して当地の米軍基地司令官は救助を停止してすぐに基地へ帰還せよと命令されたいわゆるアントヌッチ証言だ在日米軍が謎の救助中止をしたかから30年 新聞テレビが報道しなかった日航機墜落事故のタブー2015年8月15日の記事から引用日航ジャンボ機123便が群馬県御巣の尾根に墜落した8月12日テレビ各局は報道特別番組を編成放映しただが今年もあの問題にはどこも触れなかったそう 10年前に発刊されたオスタカの謎を追う日航123便事故20年、米田賢治、宝島社で詳細に指摘され、本サイトでも1年前に取り上げた在日米軍機の救助中止問題だ。これは、当時、横田基地に配属されていたマイケル・アントヌッチ中尉が証言したものだ。事故当日、日航機がレーダーから消えたすぐ後の19時15分。 アントヌッチ注意が乗った C130 がいち早く事故現場を特定し墜落地点到着横田艦船に正確な位置を報告し救援を要請していた実際にアメリカ海兵隊が厚木基地からヘリコプターで救難に向かい20時50分には現場についていたところが突如帰還命令が出され 救助活動は中止になったのだしかも日本側はなぜか墜落地点を把握できず防衛庁が4回にもわたって全く別の墜落地点を発表するなど混乱状態に結局日本の救助隊が墜落地点に到着したのは16時間後だったアントヌッチ中尉はそのまま 在日米軍が救助活動を続けていればもっと多くの人が助かっただろうと証言していたしかしこの証言はこれまでほとんど新聞やテレビでまともに検証報道されることなくタブーとして封印されてきたのだそれでも事故から30年目となる今年はいくつかの番組で事故現場特定の問題点を扱っており 中には、もしやと期待させられた番組もあった。例えば、日光ジャンボ機事故空白の16時間から墜落の夜30年目の真実から NHK8 月1日初回放送は墜落から事故現場の特定までにかかった約16時間を丹念に追ったドキュメント。 警察や当時の航空自衛隊の幹部や長野県警の現役警察官に加え事故現場に急行した自衛隊救難ヘリ2人の機長の証言まで織り込んで現場の混乱ぶりや防衛庁と警察の足並みが揃わなかった実態を明らかにしているところがこの番組中でも在日アメリカ空軍の C130 輸送機が いち早く現場に到着していた事実を全く報じていない。特に番組内で自身の経験が役に立てばと今回初めて証言をしましたといわば鳴り物入りで登場した当時の救難ヘリ機長林明さんとウクうサ当時の話には拍子抜けした。実は林氏が証言をしたのは厳密に言えば初めてのことではない。 事故のあった1985年11月号の航空ジャーナルで航空評論家の青木健智氏の取材に答えているのだ。その中で現場に到着すると上空をアメリカ空軍の C130 が旋回しまたその下には UH1 が飛行していたまず C130 とコンタクトを取りその後 UH1 と入れ替わって 高度を下げていったという重要な証言をしている。つまり、自衛隊は、米軍が先に事故現場について待機していたことを把握していたわけだが、番組中で、林氏は、このことには全く触れず、当日の事故現場の火災の様子や救助を断念して撤退した思いを語るだけなのであった。これでは、たとえ、初めての証言だったとしても、 真実の解明に役立つとはとても言えないだろう。アントヌッチ証言によれば、自らが指示を受けて捜索に向かったことや、一緒に現場に待機していた UH1 ヘリが乗務員を降下させる準備までさせていたのにもかかわらず、急遽司令部の命令で中止、撤退させられていたことも明らかにされており、この米軍の動きと自衛隊防衛庁との間で、 どんなやり取りがあったかということが捜索活動の初動における重要な問題点であることは取材する記者であればわからないわけがない。事故調の報告書にまで現場を通過中の C130 とあくまで現場を通りかかったようにしか書かれていないことと合わせて考えてもどうもこの事実を掘り起こしてほしくないという。 極めて政治的な作為を感じずにはいられない事象なのである。8.12日光ジャンボ機墜落事故30年の真相 TBSK8 月12日放送でもこの姿勢は同様だった。現場に最も早く C130 が到着していた事実は報じていたがそれだけ。なぜ米軍が救助に当たらなかったのかについての言及はなく。 米軍への救助要請も検討されたが、実現はしなかったとさらりと流してしまっている。投稿者は、この点に、実に不可解な疑問を覚えた。なぜ、救助を停止して、すぐに基地へ帰還せよと命令したのか。そこには、何らかの理由があるはずだ。1984年3月から始まったグリコ・森永事件は、犯人側が、 1985年8月12日に終結宣言を出すまで続いた。それは食品企業恐喝から始まり、その過程で日本政府にまで何らかの恐喝を始めるなどの犯行をエスカレートしたのではないかと投稿者は見る。おそらくグリコ・森永事件犯人たち北朝鮮工作員は 要求無視なら報復もすると日本政府に伝えており、日本政府もハイジャックや旅客機爆破は想定しており、米軍高官もそれを知っていたから、米軍の日航機墜落発見から救助開始の一方に対して、救助停止して、基地機関の命令が出せたのだろう。これが日航機の墜落が垂直尾翼大破が原因の事故であれば、 米軍の救助活動は続行させていたと思う。その後の墜落地点特定の混乱と捜索開始の遅延は事件発生に対する対策としてあらかじめ組まれていたと思える。グリコ・森永事件・怪人21面相の極で YouTube 検索・必見参考映像日航機123便が垂直尾翼を大破して操縦不能になりながらも。 大月上空あたりで360度旋回しているがこれは米軍横田基地へ着陸を試みるためのテスト旋回とも思える米軍横田基地も万全の態勢を整えて着陸を待ったと思えるがしかし垂直尾翼の大破は超人的な高浜基長の操縦といえども着陸失敗時の二次災害を考えてやむなく断念したのではないか 日本国民は、この日航機123便の乗客524名の命を預かりながら、着陸を断念した高浜機中の無念の思いを忍ぶべきだろう。グリコ・森永事件・怪人21名称の5で YouTube 検索・必見参考映像。日航機123便墜落が。 グリコ・森永事件犯人たち北朝鮮工作員の計画したテロだと仮定すれば爆薬は高熱撃退低部妖怪を狙うが不発であり墜落衝撃で爆発しその後の遺体異常燃焼を説明できるただ垂直尾翼破壊のために爆薬はもう一個必要で爆薬は高爆圧が上に向かう仕様 投稿者は、その詳細は説明困難だが、それでも投稿者がテロだとする理由。2001年9月11日に米国で起きた9.11テロを受けて、米国政府はテロ国家との全面対決を宣言、北朝鮮を含むテロ国家に宣戦布告寸前となり、それを受け、キム・ジョンイルは、 2002年9月17日、訪朝の小泉首相に日本人拉致を認め謝罪した。このとき、北朝鮮による日本人拉致の明確な証拠はなかったと思うが、それ以前に北朝鮮は各地でテロを実行。グリコ・森永事件も捜査状況が犯人側に漏えいしており、日本政府内にグリコ事件の協力者が確実に存在した。 この後オウムサリン事件へと続くグリコ・森永事件犯人たち北朝鮮工作員もオウム・サリン事件で使用された毒ガスもこの逃亡ルートを使ったこの劇場型犯罪として日本国民に周知されたグリコ・森永事件犯人たち北朝鮮工作員は結局逮捕もされずに逃亡したがではどんな方法で逃げをせたのか それは日本国内にグリコ・モリナが犯人たち北朝鮮工作員への協力者がいたからでありその協力者とはその時々の日本政府政権にいた中国共産党支援組織であり目的は中国共産党と共謀して日本国を独裁国家にして中国共産党と連帯するためであるその根拠は 2000年11月8日テロリストで日本赤軍の元最高幹部である重信房子が逮捕された重信房子はハーグ事件への関与で国際手配を受けた後逃亡を続け不法入手した偽造旅券を使って日本に不法入国し1997年12月から2000年9月の間に関西国際空港から計16回にわたって 中国に向け出入国を繰り返していた。この事例でもわかるように、政治的密約によって、重大犯罪者を外国へ逃亡させるルートが作られている。密出国が可能なら、密入国や密輸もできる。劇場型犯罪として、日本全土に知れ渡ったグリコ・モリ事件の犯人と協力者たちは、なぜ逮捕されなかったのか。それは 犯人と協力者たちがこの逃亡ルートを使って外国逃亡や密入国を繰り返したからである。日本国には憲法9条があり、抗戦権や侵略のための軍隊や武装は禁止されている。そのために北朝鮮の破壊工作員たちは、日本国に密入国して破壊工作を行っても逮捕されることはない。 日本政府内にもいる日本の北朝鮮協力者たちもそのことは分かっており日本国にはスパイ防止法もなく日本の科学技術は中国共産党や北朝鮮によって盗み放題だ投稿者はこの他にも人間の意識や自由意志を説明するアイデアを持っていますこの英字三号一号三チャンネルを続けるためまた深く究明するためにも チャンネル登録や高評価をお願いします。